どうもこんにちは。今回はオピネルのこれは8番です。8番のレザーケースを作ってみようと思います。一応ですね、こんな感じで型紙を用意しました。型紙のサイズが縦が 13.5cm で、横の一番広いところが 10cm という感じで作ってます。でこのね、ちょっとへこんでるところがあるんですけれども、この型紙を切ったものがまあこちらで、こんな感じになるんですけれども、こうね、折った時にこんな感じになるようになってます。でなんでこんな形かというと、まあ、この辺でちょっと締めるようにしてですね、入れ方が2つあると思うんですが、こういう風に入れる場合、こういう風に入れる場合はまあ、この形でまっすぐでもいいんですけれども、逆に入れる場合はこう入りますよね。こういう風に入るので、ここを広げてあげることによって、入りやすいんじゃないかなと。今この辺にありますからね、この辺にあるので、まあ、入りやすくなるんじゃないかなということで、ちょっとここへこましてます。市販のやつでもね、こういう形になってるのが結構多いんじゃないかなと思います。さあ、まずは、型紙通りにこれを切り出して、この縁とかですよね、この辺を切っていこうと思います。この皮を切るのもですね、皮包丁だったり、まあ、いろんなやり方があると思うんですけども、なんか何個もレザークラフトをやってるうちに、意外とカッターナイフが一番切れやすいんじゃないかなっていうことに気づいたので、とりあえずカッターナイフで切っちゃいます。切ってるとですね、左右がちょっとずれちゃったりとかするんですけども、まあその辺はね、また削ればいい話なので、まあ OK かなと思います。こういう感じになりますね。でこの形になるんですけれども、ちょっとこの皮が厚みがね、1ミリぐらいかな、1ミリぐらいの皮なんで、まあ、もうちょっと厚い方がいいかなということと、ちょっとこれだとね寂しいので、この緑の皮も一緒にね重ねて縫っちゃおうかなと思います。2枚で1つにするという感じにしようかなと思います。さあ、これで1回ねこうやって合わせて削っちゃいましょう。同じ大きさにしようと思います。この辺の工程はね、いつもと同じ感じです。さあ、ある程度形ができたので、今度はね、この緑の皮にこれを移して切っていこうと思います。ちょっとね、切りにくい皮なんで、その辺がどうかですけどね、伸びやすいんですよ。さあ、一応ここまではできたので、あとはこれをね貼り合わせるという作業をしましょう。貼り合わせなんですが、どうしようかな。もうね、この辺は編み込んでしまおうと思うので、どこまで縫うかを考えようかな。とりあえず2センチぐらいに印をつけて、2センチぐらいのところまで縫い合わせるようにしましょうかね。まず縫い合わせからいきましょう。ここまで縫っていきましょう。とりあえずこっちも同じようにね、穴を開けていこうと思います。まずは印、今度はですね、革の貼り付けなんですけれども、
ちょっとこれしかないので木工用ボンド、木工用ボンドで貼り付けをしてみようと思います。さあとりあえずこれをくっつけて乾くまで一晩置いてみようと思います。1日経ってしっかりですねくっつきました。で、これと一緒にですねこういうちっちゃいパーツも用意してます。でこれはこういうふうにねボタンホックをつけるためのものです。でこちらの大きさなんですけれども、縦をちょっと長めに取って12センチで取ったのと、横は2センチで取ってます。さあそういうことで、これが型紙なんですけれども、こういったですね刻印を打つための革、これも用意しました。これをですね、まあ要はこういうふうに縫い付けてケースにしていこうとという感じなんですけれども、まあ、とりあえずねこちらに刻印を打っていきましょう。革を濡らして、こんな感じで刻印を打ちました。とりあえずプレゼント企画用にも作るので何個かも打っちゃいましょう。さあ一応刻印は打てたので、次にねこの位置決めですね、位置決めをちょっとしましょう。革がねちょっとこうやって横にずれちゃってるところはあるんですが、この辺はね編み込んでいくので、まあ特に問題はないかなと思います。縫い目の印をつけます。こんな感じで穴が開きました。穴が開いたので、あとはこっち側とですね合わせていくと。この辺もね本当はちゃんとしたやり方があるんだとは思うんですけれども、もうなんかそれっぽい感じで穴を開けていきます。はい、こんな感じで穴が開いてます。なので、これとこれを縫い合わせていくという感じですね。はい、これでですね刻印がつきました。革を貼り合わせているので、あとはこの辺を縫っていこうと思います。まずは穴開け、はい、こんな感じでですね縫い合わせました。これで取れることはないでしょう。であとはですねこの辺を編み込んでいってナイフケースになるということなんですけれども、ボタンをつけるところなんですけれども、こんな感じでね真四角だとちょっとね格好が悪いので、これのですね角を落としていきます。この端っこギザギザなので、これもね角を落としていきます。はい、一応ねこんな感じでできました。ちょっとあとこの横が汚いので、この辺をね
ここの腕磨いていきましょう。トコノールで磨くと、ああ映るかな、こんな感じでね、ちょっと滑らかになったのがわかるかな。結構綺麗になったと思うので、あとは縫っていくという感じにしてみましょうかね。